だって今時ってさ、勉強の参考書とかってどうなってんの例えば大学受験のさ、赤本みたいなのって未だに紙なのあれって。もうさすがに電子になってる赤本も。てか教科書もいつまで紙でやってんのあれって思ったんだけど。教科書ってもう電子でよくねダメなのかなランドセルに入れさせる意味ってあれ、な,なんかあんの 取り上げられる差し押さえですかいや、差し押さえがワンチャンあるかもしんない。そうなると、いまだになんで、あれなの最近予約電子の試運転始まった。だってそしたらランドセルいらなくね思ったんだけど。iPad だけ持っときゃよくね何それ。小学生が iPad 配っててすごい。でもぜ、そっちの方がよくないだってわざわざあんなさ、 あんな、毎日あんななんかカバンにさ、本入れて持ち歩いて、そんなさ、意味、効率悪いじゃん、めちゃくちゃ。意味なくないランドセルなんて、そしたらランドセル業界からすげえ、あれが来るのかもしれないんだけど。ラララ、ランドセルは、天使の羽の人とか多分すげえ不平不満言うかもしれないけど、iPad だけ持っていった方が良くないそっちの方がいいじゃん。紙じゃないとーとか言うの。まさか。 あの、ハンコ業界の人たちみたいに。ハンコっていうのは温かみがありみたいな。中学は普通に導入されてるけど、iPad プラス教科書になってもっと苦しくなってる。<laughs> ごめんな、なんで教科書いるの <laughs> 全部電子でいいじゃん。ダメな理由はあんの物理的に。電子じゃないと、温かみがない。物のありがたさがわか,かんないから、みたいなわけわかんないことで言うのまさか。もっとちゃんとした理由があるなら聞かせてほしい。 納得したら、ああ、確かにと思うかもしれないけど。なんか理由ないならもう全部電子にすればいいのに。わざわざ紙でやってる意味がないわ。忘れ物もしないだろうしさ。障害が起きた時の措置のために念のため持ってるよね。それ念のためすぎるだろう、それさすがに。さすがに念のためすぎない。念のためで、念のためで本持ってるの、それもうそれバカじゃないの、それ。もっとあるだろう。 やり方。電子より紙の方が記憶に残りやすいって研究あればかち。あそういう研究があるならいいんじゃないでもないならもう、マジでやめたほうがいいわ。本とか。ランドセルとか。いいじゃん、手ぶらで行ったほうがよくね子供も。手ぶらで行ったほうがいいじゃん、絶対。 iPad 基本的にお持ち帰りで書き込んだりできるとか弱い。いや iPad で書き込みできるだろう今本にいろいろ。てか昔なんてよ本に落書きして怒られてたんだから先生にさ。それもなくなるぞ iPad だったらすぐ消せるし。めっちゃ怒られた記憶ある本に落書きして。電子だったらそんなのあれじゃんなくなるじゃん。やってもすぐ消せるし。 たくさんのアに落書きできると思ったけど、電子でもいけるよ。電子でもいける。賢い人電子でいけるけど、紙じゃないと頭に入らない感じがする。うーん、それは今まで紙で、あ、ま、あの俺,俺らの世代はわかるわ。俺らの世代は。ただもう子供の世代ってもうさ、関係ないじゃん。電子だろうが紙だろうが。初めてな体験なんだから。だとしたら別に電子で良くないっていう。紙じゃなきゃダメな理由がなんかよくわからない。 歴史上の人物に末期で落書きして先生に見せてる奴がいた。<laughs> 俺はバレないように隠した。先生から見えないように。iPad のセキュリティを改革ってセンシティブなやつ調べて没収された英雄がいる。え、だどんだ、いずれ調べるんだからいいじゃん。もう、いずれ、じゃあお前ら調べねえのか、じゃあ、エロ調べるだろう。教科書でエロい言葉引いただろう。一緒だよ、それ。何が違えんだよ。な。 そういうのが子供に悪影響で、じゃあどうやって子供を産んだんだよ、じゃあ。おい。iPad で同級生の着替え到達してた。<laughs> それ iPad 使っただけで、じゃあスマホも一緒じゃねえかよ、じゃあ。おい。スマホも一緒だろ、それ。じゃあスマホ持たせね、持ってねえんだろうな、もちろん。学校の PC でフラッシュ見たことある。<laughs> なんか、子供に悪影響だーって言ってなんかさ、よくわかんねえよな、あれもな。いずれ、なん、なんだろうな、あれね。なんかよくわかんないよね、あれね。何歳になったらじゃあそういうの見ていいの <laughs> じゃあエロいのって。<laughs> エロいのってじゃあ何歳になったら見ていいのんじゃあそう考えると。じゃ小学生見ちゃダメエロいの。エロフラッシュ好きだった。 ちなみに、小学生でエロいの見ると何もうそのエロにしか、エロしか頭入らないから、ダメになる。普通は防御されるシステムをかい、潜れるなら、むしろそいつには才能があると思う。<laughs> 確かに、普通使えないやつを、それやったんだそいつハッカーの、エロハッカーの、エロハッカーとして生きていけるかもしれない。よくわかんねえよな、その辺のな。なんか、ちゃんとした理由で禁止してほしい、禁止するなら。 納得できる、ちゃんとした理由で。ちゃんとした理由がないなら、ちゃんと子供に説明できないのであれば、それは禁止しちゃダメだよ。自分たちも分かってないんだから、だってそれ。なんでって聞かれた時に、いや、今までもそうだったから、みたいなこと言う大人はマジで終わってる。今までがどうこうの話じゃなくて、あなたに聞いてるんです。いやまあ、答えてくんねえんだろうな、そういう人な。 いや、今までがダメだな。<laughs> バグ報告して時間に改善できるから企業として有益。いや、ほんとだよな。何でも禁止するけどさ。なんかちゃんとダメな理由をちゃんと言った方がいいよね。いろんな。子供もそれで納得するじゃん。いこれはこうこうこういう理由だからダメなんだってなるじゃん。もちろん頭良くなるじゃん。論理的思考が身について。それエロいの調べるだろう。 辞書渡して辞書でエロいの調べんだぞ。<laughs> そんなのもじゃあ辞書で選べ、辞書で調べるエロいのは OK で、iPad で調べるのはダメってもう意味わかんないじゃんだって。iPad は直接的な画像が出てくるからダメなの。でも盗撮は執行。盗撮してるやつはちゃんと言えばいいじゃん。盗撮はダメだよって。な わかる人間っていうのは本能的に、その、自分の、自分と違う異性を求めるっていうのはあると。なぜなら子孫を残そうとするから人間は。だけどな、やっていいことと悪いことがあり。今あなたは日本です、日本に住んでいる、日本という国では、盗撮が禁止されており。なぜ盗撮が禁止されているのか。なんで盗撮禁止されてんだろうね。まあ、でも人に迷惑がかかるからだろうな。 どう考えても。盗撮された人にも。あなたは逆のことやられてもいいんですか自分が一人部屋でいる時に盗撮されて。嫌でしょいや、僕はされてもいいよ別に。ぐぬぬ、こいつ。ヘリクス十字架ですかでもそういうヘリクスに答えていかなきゃいけないじゃん。大人はさ。 なんでですかって言われた時に答えらんないとやっぱさ、あれじゃない確かに言って大人も勉強になるじゃん、そう言われた時に。ああ、そう言われるとなんでダメなんだろうって勉強になるじゃん、大人も。だそういう発想を持とうぜ。もっと。私も禁止されてたからダメなんですじゃなくて。そう言われるとなんでなんだろうね、一緒に調べてみようか。そう、そういうことを言える大人になろうね、みんなも。お願い。 なぜ死なないといけないんですか <laughs> どういうこと <laughs> 死ななくてもいいぞ、別に。でも、こういう子供って嫌われるんだろうな、多分な。先生とかも、でもさ、なんか、先生とかも多分嫌がるだろうね、こういう子供ね。めんどくさいな。あー、めんどくさいな、この子供は、つって。ひろゆきっつひろゆきっつはもっとバカだから。 ヒロイキッズはね、もっとダメなんですよ。なんで見た目男性の人が女性って言うんですか <laughs> なぜ彼女ができないんですか魅力がないんじゃない君に。てか、親に言えよ。まあな。でも親もさ、まあわかんない。どうな、まあ、親に言ってもらった方がいいよ。絶対それは。でもそういうのなんか、ちゃんとな。教育をな。子供への教育が一番大事だから。本当に。子は宝である。 先生だからこそ聞く。先生は何でも答えてくれるみたいな。でもこういう今の質問をさ嫌がっちゃう先生って多分めちゃくちゃ多いと思うんだけど。でもこの今のこの質問を一緒に考えられる先生がいい先生なんだろうね多分ね。仕事だから、でもやっぱ先生になる人とかってあれだよな、なんか。 あん、ま、そこまで求めるのもなんか申し訳ないんだけど、やっぱ子供の、あれに携わってるっていうのをなんかもっと、なんか意識してやってほしい。個人的には。先生が知らないよってなったら子供は誰に聞いたらいいかわかんなくなるまあな。先生と親がわかんなかったらもう終わりだよな。でもまあ基本まず先生に聞いちゃうかもね。先生これどうなってますかみたいな。これはね。 なんでおばあさんのの口は大きいのあなたのことを食べるためよ知らなかったけど寄り添ってくれたプラスいやそうでしょなんでだともう一緒に調べてみようっていうだけでもいいよねめちゃくちゃ大人頼りになればつながるまあね大事だよな人間一人で生きていけ,いけねえからな